グレート・エスタンは大西洋航路のために作られたものとしては初の蒸気船である。姉妹船にグレート・イースタンとグレート・ブリテンが存在する。設計は鉄道エンジニアのイザムバード・キングダム・ブルネルであった。彼は1818 18年以来ホブネで運営されてきた大西洋横断定期船はやがて蒸気船に置き換わると考え、グレート・エスタン鉄道の幹部を説得し、 建造を決行したのである。1837年7月19日、グレートエイスタンは、ブリストルにおいて浸水した。巨大なボイラーは、グレートエイスタンの船体の約半分を占めたが、それでも、乗客数148名、船客サロンは、奥行き75フィート最大幅34フィートあった。総トン数は2340トン、全長65メートルで、 当時最大の蒸気船であった。大西洋を横断する諸女航海では24名の一等船出乗客を乗せた。運賃は35ニリで、これは当時の労働階級の年収を上回る。この諸女航海にはイギリスからアメリカ・ニューヨークという航路における客船シリウスとの競争という側面もあった。シリウスはグレート・エスタンの出航4日前に アイルランドのコークを出港していた。グレート・エスタンは1838年4月8日、イングランドのブリストルを出港した。イギリス・アメリカ汽船会社は大西洋航路の定期船化を計画していた。当初この定期船には建造中の客船ブリティッシュ・クイーンを当てる予定だったが、先に完成するグレート・エスタンが同航路を走ることが明らかとなり、 ロンドンとコ空クを結ぶアイリッシュ海底汽船だったシリウスをチャーターしてサービス開始時期を早めることとした。同年4月22日、シリウスはグレートエスタンに先んじて40名の乗客を乗せてニューヨークに到着した。しかしシリウスはグレートエスタンに抜かれないために軽量化による速度向上を実現するため重い家具や予備のほげたを処分していた。 グレートエースタンは翌日に到着したが、それでも航海は15日しかかかっておらず、到着した際もまだ200トンの石炭を残していた。さらには最高速力8.66ノットを記録しており、シリウスの8.03ノットを抜いて、ブルーリボン賞を受賞した。グレートエースタンは大西洋横断の定期船として1846年まで運航され、クリミア戦争では、 兵員輸送船として徴用された。戦後1856年にロンドンで解体された。ありがとうございます。